この動画はサンブレイクで将軍ギザミが復活するということで、過去作経験者のハンターさんは、まあ、懐かしいと思うでしょうが、ワールドやライズから始めたハンターさんは何これと思うと推測されたので、どんなモンスターなのかということを歴史を遡っていきながら紹介していく動画です。初登場は2006年発売のモンスターハンタードス。種族は甲殻種に分類され、今作で同じく初登場となった大名ザザミや古竜級に匹敵するほどの大きさと危険性を持つシェンガオレンが同じ種族として分類されました。青いボディと長い腕が特徴で、この鋭く発達した爪から別名カマガニと呼ばれています。主に沼地や火山を生息地としており、基本的に性格はおとなしいです。こちらから攻撃を仕掛けなければ襲いかかってくることはなく、食事中であれば周りを気にかけることもなく、ハンターからの攻撃を食らっても食べ終わるまでその行動はやめることがありません。そして小型モンスターであるガミザミの生態でもあります。幼体であるガミザミは実は将軍ギザミが出すことのできない毒を吐くことができます。しかし成長するにつれてこの能力が失われていくため、将軍ギザミは毒を使用することがないです。同時に初登場した大名ザザミとは禁煙種にあたります。見た目に関して言えば、発達した爪やモンスターの頭骨を背負っている宿、モーションに関して言えば爪を使った投げ払いや地面からの吸収など共通点は多いです。しかし2体を比較した時に、大名ザザミの方が低いクエストランク帯に分類され、将軍ギザミはそれより1つか2つ上のクエストランク帯に属していることが多いことから、力関係は将軍ギザミの方が上ということになっています。また宿に関しても、大名ザザミはモノブロスの頭骨を背負っているのに対し、将軍ギザミは固執したものがなく、一番多いのはグラビモスの頭骨であるんですが、それ以外にも巨大な巻貝を背負っている場合もあります。ではそんな将軍ギザミはシリーズを通してどのような歴史を歩んできたのか、一緒に見ていきましょう。まず初登場したモンスターハンタードスなんですが、強さはこの時から健在です。戦闘面の詳細については後ほど解説しますが、長いリーチと素早い攻撃で多くのハンターを苦しませてきました。しかし同時に金作として乱獲されたモンスターでもあります。これはドスとフロンティアにしかないモンスターの取引価格というシステムが影響をもたらしています。このモンスターの取引価格というのは、クエストの報酬として支払われるお金とは別に受け取れるもので、モンスターによって価格が変わるというのは容易に想像がつきやすいと思います。ライズのモンスターで例えるなら、押さえ槌の素材の価格とマガイマガドの素材の価格を比較したときに、マガイマガドの方が価格が高いということです。まあこれはね、分かりやすいかなと思うんですが、もう一つ取引価格を決めるものとして需要と供給というものがあります。これはモンスターをたくさん狩ると需要が高まったとして価格が落ち、反対にあまり狩られていないモンスターは価格が上がるという仕組みになっています。ライズのモンスターで例えるなら、ディオレウスをたくさん狩猟したから価格が落ちて、反対にあまり狩猟されていないオロミドロの価格が上がるといった具合です。この取引価格は全てのモンスターに当てはまり、どのモンスターの価格も変動していったんですが、1体だけその価格が変動しないモンスターが存在しました。そう、それが将軍ギザミですね。これはね、おそらくバグだと思うんですが、公式さんが将軍ギザミは個体数が多いという声明を出しました。カプコンさんはたびたびこういったバグについて使用ですと答えることが多く、バグと認めてしまうといろいろ面倒な上に、当時はワールドやライズのようにアップデートで改善していくということができなかったため、このような形の発表となりました。おそらくこの個体数が多いという設定は後付けであると思われるんですが、これが原因で将軍ギザミは慣れてしまえばそこまで HP が多いわけでもないため、乱獲されても価格が変動しない安定した資金源という点と、将軍ギザミの口角や足といった素材自身もそれなりの価格として売却できたため、金作として目をつけられることになってしまいました。次に次回作のセカンドとセカンド G なんですが、ドスとほとんど変わったことはなく、モンスターの取引価格というシステムがなくなったので、金作として乱獲されなくなりました。と思いきや、ギザミシリーズの防具が剣士だと切れ味系統に優れており、上位で作成できるギザミ S シリーズは匠スキルがついており、ナルガ武器やティガ武器なら上位時点で紫ゲージの武器を担ぐことができたので、装備の優秀さから何度も周回したハンターも多いと思います。そしてなんといってもセカンド G では今作のみにしか登場しない将軍ギザミ亜種が初登場しました。生息地は原種と同様、沼地や火山に加えて初代モーハン G ポータブルに登場し、ドスで一度リストラになったんですが、今作で復活した旧沼地にも出現するようになりました。原種が青いボディが特徴であったのに対し、足は赤色になっています。おとなしい性格であった原種とは反対に攻撃的な性格であり、原種は宿には固執せず、いくつかの種類の宿を背負っていたんですが、足はグラビモスと足の頭骨しか背負わなくなりました。セカンドには登場しなかったこともあって G 級個体のみ登場し、 G 星2のキークエストになっています。見た目やモーションについても赤いボディということ以外はほとんどが原種と同じであり、
弱点も同じ雷属性で、宿にのみ水属性が非常に効くという点も変わりません。亜種の防具はというと、スカルギザミというセカンド G で剣士を使っていたハンターなら作成したであろうテンプレ装備の腰と足防具に採用されており、亜種装備も非常に優秀でありました。そしてモンスターハンタートライからモンスターハンター4なんですが、なんと降格種自体登場せずというまさかの事態になってしまいました。何これ。トライの発売日が2009年、4の発売日が2013年ということで、年数でいうと4年、作品でいうと4作品もの間、将軍ギザミのみならず禁煙種の大名ザザミすらもリストラされてしまいました。そして4の続編のモンスターハンター 4G では、なぜか禁煙種の大名ザザミは復活して、将軍ギザミは省かれてしまいました。しかも将軍ギザミ亜種と同じくセカンド G で初登場した大名ザザミ亜種までもが復活、挙句の果てには村上位最初の緊急クエストまで務めるようになり、同じ降格種でも明確な差が生まれてしまいました。そしてモンスターハンタークロス、モンスターハンターダブルクロスでは久しぶりの登場。待たせたな。 4G でセルレギオスが初登場したのと同時に、彼の固有の状態異常でもあった裂傷状態を今作では将軍ギザミと2つのナルガクルガも使用してくるようになりました。ライズではリストラされてしまったため、効果を説明すると、裂傷状態になると回避やダッシュ、攻撃といった行動を行うとダメージを受け続けてしまうというものです。ダメージ量も意外と小さくなく、できるだけ早急に対処する方がいいんですが、この裂傷状態は解除方法が少し変わっています。その解除方法というのは、一定時間しゃがむか、活力剤やこんがり魚といった自然回復力をアップしてくれるアイテムを使うか、こんがり肉などの焦げ肉以外の肉系アイテムを食べると治るというものです。実はここで終わりではなく、クロスシリーズには通常個体よりさらに強い個体の獰猛化モンスターと二つなモンスターの2種類の強化個体が存在します。獰猛化モンスターとは、何らかの影響によって特定の部位の筋肉が発達した個体のことを指し、発達した部位は黒い霧がまとっています。獰猛化モンスターは通常個体に比べて攻撃力、 HP に強化補正がかかっており、疲労もせず、しかも怒りやすいという純粋な強化個体になっています。ただモーションが大きく変わっていたり、肉質が硬化しているということはありません。獰猛化モンスターは多数存在し、ヤンクックなどのストーリー序盤で対峙するモンスターから、リオレイヤやジンオーガといったシリーズに何度も登場している人気モンスター、そして古流級の強さを誇るイビリジョーなども獰猛化個体が確認されています。もう一つの二つなモンスターとは、獰猛化モンスターのように HP や攻撃力がアップしているのはもちろんなんですが、大きな特徴として原種と外見が異なるという点が挙げられます。他にも原種と比較して肉質や属性耐性が変化していたり、獰猛化では見られなかった疲労モーションを行うなど、原種、獰猛化個体それぞれと相違ではあるんですが、2つなモンスターが一番強いということは確かです。2つなという名前の通り、モンスターの名前の前に固有の名称がつきます。例えばリオレウスなら黒炎王、ジンオーガなら金雷光といった形になります。正式名称はそれぞれ黒炎王リオレウス、金雷光ジンオーガという名前になるんですが、長いので大体みんな2つなの部分だけ読んで黒炎王いかないという呼び方をしています。2つなモンスターは獰猛化となり、合計で18体しか存在せず、選ばれたモンスターのみということになっています。将軍ギザミは獰猛化個体はもちろん、2つなモンスターとしても個体が存在し、鎧崎という2つなが与えられました。そして2つなの個体の中でもさらに上の超特殊強化個体というものが存在します。ダブルクロスをやったことない人は、もしかしたら同じ名前でどんだけ個体いるんだよとややこしくなっているかもしれないので、まあ、ここら辺は話半分で引いていただければなと思います。この個体は2つなの見た目のまま、攻撃力と HP がさらに強化されており、ハンターランク100以上というクエスト受注に制限があります。ここまで来ると腕試しややり込み要素と呼ばれることもあることから、大技を食らえば全ての部位の防具を最大まで強化しても HP が8、9割、攻撃力が高いモンスターなら即死することもあります。防御力が低いガンナー防具ならもってのほかですね。そんな鎧崎の超特殊強化は、他の超特殊強化モンスターに比べて HP は低めであり、そこまで難易度は高くないと言われています。が、腐ってもそこは超特殊強化クエスト。油断していると高い攻撃力ですぐにベースキャンプ行きになるのに加えて、大きさは全て金管サイズのため、これまでは被弾しない距離であってもサイズがゆえに攻撃範囲も広くなっています。そして最新作のモンスターハンターライズでは、サンブレイクの発表とほぼ同時に一番最初の復活モンスターとして発表され、ツイッターにトレンド入りするほどの話題性を呼びました。ワールドではリストラを食らった降格種が久しぶりの復活を果たし、現状降格種はドスで初登場した3体以外存在せず、フロンティアを除けば長年この3体だけで降格種という種族を守ってきたため、他2体の復活を望むのと同時にサンブレイクで新たな降格種が登場することをものすごく期待しています。ではサンブレイクで将軍ギザミを討伐した際、武器や防具の性能はどのような性能になるのか、過去作を参考にしながら予想していきましょう。武器と防具どちらにも共通して言えるのが、切れ味に関した性能をしているということが言えます。まず武器についてなんですが、
剣士は青ゲージや白ゲージがデフォルトで長いことが多く、匠を発動させることでその先の白や紫が出現するという特徴を持ちます。武器士によっては匠不要なゲージを誇る俗に言う素紫や、素紫に比べてあまり使われることの少ないスシローといった武器が存在しています。切れ味が優秀なため継戦能力が高いんですが、反面攻撃力は低めな傾向にあり、ここをどうフォローするかがハンターの腕の見せ所。セカンド G ではどの武器士も紫ゲージがあるのは当たり前という性能をしており、ダブルクロスでも素紫の武器が存在し、それを得られないにしても長い白ゲージに匠でしっかり紫ゲージを得ることができ、非常に使いやすい武器であることは間違いないです。特に2つ名である鎧咲の武器は太刀とランスで高い人気を誇りました。ガンナーに関しては貫通弾貫通矢に特化しているんですが、貫通自体モンスターを選ぶ性能であり、例えばアンジャナフのような重粒子のモンスターは胴体が長いため相性がいいんですが、小型中型モンスターや胴体が短い、分かりやすい例で言うとクロスシリーズやワールドに登場したキリンなどは相性が悪いのもあって、剣士ほど武器が話題になったり環境武器になったというのは今までないです。防具はセカンド G でも触れた通りテンプレ装備に入るほどの優秀さを持ちます。まずセカンド G ではスカルギザミやカイザミといったテンプレ装備に呼ばれています。どちらもスキルは見切りプラス3、切れ味レベルプラス1、技物となっています。スカルギザミの方が作りやすく、カイザミの方が防御力が高いという住み分けになっているんですが、ここら辺は見た目も含めてハンターの好みです。どちらの装備も胴、腕、腰にギザミ防具が使われていて、特にセカンド G では紫ゲージを発動させることが重要視されていたので、簡単に匠を発動させることができるギザミ装備は重宝されており、剣士は上位でも G 級でもギザミを周回することになったと思います。スカルギザミ、カイザミともに G 級で作成できる防具であるんですが、ギザミの上位防具であるギザミ S 一式でも匠が発動し、技物は発動しないんですが、代わりに攻撃力アップ章が発動するため、上位でこの防具を作成することができれば G 級序盤でも十分活躍できる強力な装備です。ダブルクロスではグギグギグというテンプレ装備に使われました。この名前の由来は頭、腕、足が同盟化イビリ状の防具であるグリード XR、 胴、腰が同盟化ギザミの防具であるギザミ XR の頭文字を取ってのこと。ちょっとネーミングがね、頭文字取っただけなので、頭悪い名前には聞こえなくもないですが、その発動スキルはなんと切れ味レベルプラス1、技物です。ダブルクロスまでのスキルのシステム上、この匠と技物は基本的に対立するスキルです。なぜならですね、匠スキルを伸ばそうと匠字を防具の空きスロットに装着しようとすると、匠字は匠スキルがプラスである代わりに技物スキルの別名である切れ味スキルがマイナスになるんですよね。で、反対に技物スキルを発動させようとね、切れ味スキルの装飾品である斬鉄樹を装着しようとすると、今度は切れ味スキルがプラスである代わりに匠スキルがマイナスになります。つまり2つのスキルは装飾品で矛盾するものであり、両方発動させるのは非常に難しいんですが、逆に言えばこの2つのスキルを発動できる防具の組み合わせは強力と言えるものが多いです。そしてこのグギグギグは武器スロットや5石含めずとも空きスロットが11個も空いているので、拡張性も非常に高く、あと少しで発動できる見切りを発動させたり、弱点特攻や超会心といった火力スキルを盛ることができるため、剣士でこのテンプレ装備をマイセットに入れているハンターは多いと思います。ちなみにこのグギグギグの見た目は最悪レベルなのと、雷属性がマイナス17と極端に低いので、サンブレイクで復活が決定したライゼックスやジンヨーガといった雷属性のモンスター相手には注意が必要です。ガンナー防具は武器同様、貫通運用に長けたものが多く、貫通弾威力アップや貫通弾全レベル追加といったスキルが発動するほか、もう少しで見切りが発動する見切りスキルの別名、達人のスキルポイントが高い傾向にあるので、純粋な火力アップにもつなげられます。スキルの都合上、当然貫通弾や貫通矢に特化した武器と相性がいいです。ギザミはもちろんのこと、僕自身もセカンド G でシェンガオレンの周回などでお世話になったナルガクルガの武器とも相性がいいです。剣士と違いテンプレ装備から多数お声がかかっているわけではないんですが、クロスではバランスブレイカーと言われたテオテスカトルの弓のテンプレ装備にギザミ R シリーズの同装備が呼ばれ、連射や強化集中、装填数アップ、特殊射撃強化という強力スキルの一端を担っています。ガンナー防具は作品によって使い勝手は変わると思うんですが、剣士ではどのシリーズでもかなり優秀であるので、おそらくサンブレイクでも匠や技物が発動しやすい防御が登場することを期待していいのではないでしょうか。では最後に将軍ギザミの戦闘面について一緒に見ていきましょう。まず戦闘面においての特徴なんですが、各作品ごとにモーションに違いがあったりするので、具体的にどのようなモーションがあるのかはお話しせず、さらっと概要だけの紹介になります。将軍ギザミは鎌ガニという名の通り、鎌を使った攻撃がメインです。この鎌の攻撃は素早い上にリーチも長く、特に怒り状態になった際は折りたたんでいた爪を伸ばすため、さらに攻撃範囲が広くなります。また見た目に反して地面に潜ってから奇襲を仕掛けてきたり、洞窟などの天井のあるところでは天井までジャンプして、そこから自分の尿を用いての水ブレスや
天井から地上にまで一気に降下してきたりと機動力もあります。対策なんですが、初登場のドスから最後に登場したダブルクロスまで一貫して切断や玉肉質よりも打撃肉質の方が通りがいい傾向にあるので、ハンマーや狩猟笛など打撃攻撃が可能な武器を担いでいくと比較的狩りやすいと思います。頭の範囲が狭いため慣れるまではスタンは取りにくいかもしれないんですが、基本的には足を攻撃してダウンを取り、その隙に頭に攻撃するのがスムーズ。頭を攻撃した時のダウンは短いのに対して足のダウンは長いので、各武器種の大技1回打てるほどの隙があるかと思います。逆に辛いのはガンナー、弾肉質が決して良くないのと、距離を取ろうとしてもカサカサと近づいてきて、特に怒り状態だと一気に距離を詰められてしまうので正直立ち回りづらいです。加えてライズでは残烈弾のライト、火力の弓などガンナーが強いがためにアップデートで追加されたモンスターが軒並み弾肉質が悪くなっている傾向にあるので、この向かい風の環境の中、もし特に武器種にこだわりがなければ剣士で挑んでみる方が得策と呼べるかもしれません。弱点は雷属性、もし余裕があるなら雷属性の武器でいくといいと思います。おすすめスキルはサンブレイクでセルレギオスが復活し、それに伴いおそらく将軍ギザミも裂傷状態を使用してくると考えられるので、これを無効にするスキル、そしてナルガクルガなどと同様に攻撃判定が短いので回避性能をつけると面白いぐらいに攻撃をかわせることができます。ただ今作は回避性能の効果が過去作と比較して弱体化しており、回避性能は森よりは回避距離を1か2搭載する環境になっているので、この辺は自分の持っている護石やプレイスタイルと相談して決めるといいかなと思います。多くのモンスターが行ってくる方向はしてこないので、耳栓スキルを搭載する必要はないです。最後に注意すべき点として、将軍ギザミの攻撃はハンターを吹っ飛ばす攻撃がほとんどなく、その場で転倒させる攻撃ばかりなので、あまりダメージを食らっていないと思い込み、ご両親で攻撃していたらいつの間にか HP がとんでもないことになっていたということも全然起こりうるので、いつも以上に HP を確認することをお勧めします。はい、伝えたいこと、喋りたいことが多すぎてここまで長くなってしまいましたね。モンスターの紹介とは言ってもね、行動パターンとかをね紹介しても分かりにくいかなと思って、概要と歴史だけ紹介したら13分から15分くらいでまとまると思っていた時期が私にもあったんですよね。本当に結局ね、あれもこれもと詰めすぎた結果、今でもまだ言ってないこと足りない部分あるかなというね疑心暗鬼になっております。今のところ将軍ギザミは確定しているんですが、将軍ギザミの宿の元になっているグラビモスがまだ復活していないので、宿親が復活しないままカニだけが登場するのか、それともバサルモスも登場しているしグラビモスも来るかということで続報を待っている次第でございます。それでは今回はこの辺で、長々と最後までご視聴ありがとうございました。